こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、速稼塾の皆様、そしてこの動画をご覧の皆様にちょっとお知らせがあるんですけども、速稼塾の塾生さんで西粟倉村の山根さんっていらっしゃいますよね。この山根さん、なんとね、先日チャンネル登録1000名を突破した YouTuber さんでいらっしゃるんですよ。もちろん収益化もしていらっしゃると思います。私が確認したところ1100人を超えて、まだまだねチャンネル登録者増えてるんですけども、この山根さんと Zoom でライブをしようかと思うんですよね。で、山根さんも快く引き受けてくださって、11月2日の21時から、ちょっと夜遅いんですけども、皆さんのお時間をお借りしてですね、対談ライブをしたいなと思っております。で、閲覧はもちろん無料でございまして、どなたでも参加できます。 Zoom の URL をお渡ししますので、そちらの方からご参加いただきたいと思いますけども、私が山根さんと対談するという形なので、一旦終わるまでは皆さんからの、ご質問といいますかね、トークがちょっと入らないかもしれませんけども、その辺をご了承いただいて、YouTube のねチャンネル登録1000名に至ったそのコツというか、楽しみ方というか、そして YouTube で出会ったさまざま素敵な方を山根さんからも紹介していただこうかと思います。そして西粟倉村のね素敵な魅力をいつも伝えてくださっている山根さんに、私もねいろいろ聞きたいことがありますので、皆さんと一緒に楽しむ時間にさせていただこうかと思いますので、よろしくお願いします。11月2日21時から西粟倉村の山根さんですね。思えば昨年の今頃っていうのはどうだったですかね。なんかギター動画とか筋トレ動画をちょっと見るぐらいだったんですけども、あれから本当にねさまざまなねチャンネルを作ってくださって、たくさんの方と呼びかけてくださいました。西粟倉村といえば人口1400人か500人ぐらいの町ですから、山根さんの YouTube のチャンネル登録者数と匹敵するんですよね。まあ YouTube の中の山根さんが村長さんだとすれば、もしかしたら西粟倉村の将来の村長さんは山根さんになるかもしれませんね。それでは本日は以上でございます。よろしくお願いします。